張育松は中華民国の政治家、ジャーナリスト、南京国民政府の要人。変名は張松。はじめは紀州軍の縁素名や直令派の後配布の配下であった。1926年11月、反共主義の立場から中国青年党に加入している。この頃国民革命軍に転じていた縁の下に戻ると、張育松は反共のために、 クレやソンやンホ法と結び、要求の武漢国民政府を転覆しようと進言する。縁もこれに応じて計画を準備したとされる。しかし、翌年1月末に縁は武漢国民政府に属する湖南軍指導者、統制地に暴殺されてしまった。蝶は自然へ逃れて反共活動を続けている。小解析が国民政府を掌握した後、蝶育松は 中央政治行動委員会委員長、中央検診委員会委員長、新中国日報総主室、内属、貫出軍総司令総三三、河河河麻青編成設計委員会委員などを、歴任した。1940年3月、王朝明の王朝明政権に参加する。なお、中国青年党から王朝明政権に参加した、要人は、超育末の他に、超栄華が挙げられる。 長は、農工部部長兼中央政治委員に任命された。同年中に、摂州日本軍管理交渉委員会副委員長、県政実施委員会常務委員、全国経済委員会委員を歴任している。翌1941年2月、長育松は、東亜連盟中国総会常務理事、清里委員会委員を歴任する。8月、司法行政部長に移動したが、調査統計部長、 李氏軍と対立したため1942年3月に、同部長を辞任、官職の戦場部長に移った。翌1943年8月、自ら望んで国民政府委員のみの地位を務めた。1945年8月、王朝明政権が崩壊すると、蝶育松は蘇生を隠して、三島省の災難に移り住んだ。中国人民解放軍が災難に迫ると、朝は、 香港にへ逃れ、さらに1950年末に日本へ亡命している。日本では満州国で経済大臣を務めたハンクモ会と知り合い、遠釈さんの指示とされる反響の言論活動に従事した。また、満州国国務総理秘書官庁を務めた松本マ夫とも親交を結び、その援助を受けている。1971年9月、長育末は、 リチャード・ニクソンの法中表明に衝撃を受け、抗議の服毒自殺を図る。この際には過労死で一命を取り留めたものの、結局これが原因で体調を崩し、同年11月18日、東京都にて死去した。去年75、1978年、松本マ夫と古沢俊夫は、超育末の手記、30年政治風等親歴記を、定本として、 迎えるか朝育松の中国革命会語録を観行した。ありがとうございます。